くのいちは前節のオルカ鴨川 FC との試合で今シーズン初の黒星を喫し、首位から2位に後退しました。第4節終了時点で首位はスピーダ世田谷 FC、 3位は対戦相手の日発横浜 FC シーガルズ、そして4位はセレッソ大阪堺レディースです。1位から4位までの勝ち点差はわずか1。この日の結果次第で順位が大きく変わります。午後1時キックオフ、くのいちは前半連動したサッカーで得点を狙いますが、相手の堅い守備を前にゲームのリズムを作ることができません。対する日発はリーグ開幕から負けなしで、前節では4点を決めて快勝するなど今勢いに乗っています。スピードのある攻撃でくのいちゴールを脅かします。くのいちは8番三橋飛鳥選手と11番小川志保選手を中心に5本のシュートを放ちますが、無得点のまま前半を終えます。選手たちはハーフタイムで草木克博監督から集中を切らさず自信を持って戦おうとアドバイスを受け、後半を迎えます。すると今シーズン初スタメンの19番山崎愛美選手が左サイドからエリア内に侵入しセンタリング。決定的な場面でしたが決めきることはできません。徐々に試合の主導権を握り、まずは先制したいと果敢に攻めるくのいちでしたが、後半29分、相手のフォワードにゴールを許してしまいます。連敗を何としても阻止したいくのいち。コーナーキックのチャンスを得ると、得意の形で得点を狙います。相手も人数をかけてゴールを死守します。試合時間残りわずかとなった後半38分、5番島野美代選手のボールを三橋選手が頭で合わせゴール。練習通り自信を持って飛び込んだと話す三橋選手、待望の今シーズン初得点で同点に追いつきます。その後両チームは粘り強く戦い続けますが、結果1対1で引き分けとなりました。勝ち点3を取りたかったんですけども、1点しか取れなかったというところにまだ次の課題があるかなというふうには思います。またハードなゲームが続くと思いますが、チーム一丸となってね、勝ち点3を、取って三重の方へ帰ってきたいというふうには思います。くのいちは勝ち点1を獲得しましたが、前節で4位だったセレッソが勝利したことで順位が入れ替わり3位となりました。次節は4月24日アウェーでアンジュビオレ広島と対戦します。キックオフは午後1時です。